投票に行くっていうのはまあなんか当たり前のことっていうか、逆に行かないのがなんか常識みたいになってる日本の空気はちょっといびつだと思うんで、海外の人からも驚かれるし、やっぱなんつうか日本のこの政治に対する捉え方とか市民の人の捉え方とかちょっといびつだと思うんで、なんか当たり前のこと始めようよっていうか、民主主義ってなんだろうとか、権力者に対して監視するってなんだろうとか、もう一度日本国憲法全文を読み直して一からまた始めるみたいなことができた。だから投票は当然行くもんですので、行かないっていう選択肢はないと思います。師匠は芹沢さんもきっかけを与えてくれたんです。ただあのスタイルとは全然僕の独自のスタイルだったんですけど、とにかく自分の言いたいことを街中でなるべく大きな声を発してアクションもつけて、結構入管法日本にしてはこう結構デモとか盛り上がったと思うんですよ。結構アジテーションしてくれるような発信者だったし、で僕はデモにも行ってたんですけど、そのデモの空気を、もっと広げたかったんですよ。一回デモに参加した時どうもこうやっぱ日本の場合道を広げて道全体でこうデモできる、片側車線に閉じ込められて警察先導でデモに向かう、そういう状態がどうも息苦しかったんですよ。その空気を、ここの熱をこう街にもっと広げたかったんです。なんで一人でこう今デモやってますよ、入管法っていう問題がありますよっていうのを広げていきたかったっていうのがまず一つ。あの時は一人凱旋っていう自分なりの選挙活動とか自分なりの抗議活動っていう名目でやってましたけども、そんなに広がってる感じはしなかったんです。自分一人でやってるみたいな。ちょくちょくサイレントスタンディングをやってる人いましたが、一人凱旋って名前で広がってる感じはしなかったです。広げたい気持ちはありますけど、やっぱ街に立ってるとこういう活動をあと 4,5 年ぐらい続けないと多分浸透しないんだろうなって実感してるんで、今もうここまで来てしまったので 4,5 年単位で今こういう運動を継続させようかなと思ってます。両立できるかちょっと分かんないんですけど、いい傾向っていうか、みんなやればいいのにと思ってたんで、楽なんで一人返すんで、時間決めず好きなところでできるし、好きなこと喋れるし、制約が何もないじゃないですか。その候補者の投票を呼びかけるとかそういうの以外、あるいは私有地でやるとかそういうのが制約がないので、多分みんなこの楽な抗議体制っていうのを多分みんな実感してハードルが低くなったんじゃないかなと思います。一応ですね、人知れず毎日どっかではやってるんですけれども、街に広がってる実感はないです。やっぱり仲間内というか、まあ一人凱旋をやってるよって発信する人はたくさんいますけど、それがこの街の熱気みたいな渦になってる感じはしないですね。正直に。やっぱ日本ってそういうあるフォーマットの中にフォーマットを作って、それに乗っかるのは結構みんなやってくれると思うんですよ。今回の一人凱旋もそうですけど、だから何もないところから急に街に立って主張するっていうことはやっぱちょっとハードルが高いと思うので、そのフォーマットは作れたのかなっていう感じはしましたね。つまり一人で街に出て何か言ってもいいっていう空気が生まれたり、それはいいムーブメントだと思うし、何しろ重要なのは続けることだと思います。一過性の流れじゃなくて、ことあるごとにしつこくやる